日本古来のねスーパーフードの一つなんで、こういったものをですね私は食事の中に取り入れていったりとか、おやつとしても取り入れていくというのは結構重要なことかなと思いますしですね。どうもこんにちは、岡田です。今日はですね、日本古来からあるスーパーフード、調理不要の備蓄品というテーマでお話をしていきたいと思います。これはですね、結構知ってる人も知らない人もいらっしゃる、あんまりメジャーではないんですけれども、知ってる人はあああれねというふうに思う方がいらっしゃるでしょうし、知らない人何それというふうに思う方もいらっしゃると思います。ということでですね、それ一体何なのかというものなんですけれども、皆さんこれ知ってますか？八太鼓です。八太鼓、実は僕は八太鼓結構食べまして、たまによくおやつ代わりに食べたりするんですよね。小腹が減ったなとか、あるいは食後にちょっと唇が寒いなとかって思った時に、これに黒糖ですね、これは備蓄品です、この黒糖を入れたりとかして食べるという使い方をするのがこの八太鼓なんですけれども、八太鼓だけじゃなくて、まあ呼び名はたくさんありますよね。高専とかって言いますし、麦焦がしとも言ったりするわけです。あと原骨飴とかね、知ってる人は知ってるんじゃないかなと思います。食べたらですね、多分あこれねみたいな味わいを感じることができる、そういうものなんですけれども、これね実は昔からありまして、徳川家康なんかは特にこれの愛好者であったと、毎日これ食べてたということらしいんですよね。徳川家康って信長とか秀吉の時代に生きて、かつ長生きしたわけじゃないですか。彼って本当に実は薬草とか中国からね、いろんなものを取り寄せて研究して、不老長寿を研究した人間の一人なんですよね。だから朝鮮人参たくさん飲んだとかいう伝説とか、まあ、いろんなね漢方ですけれども、それを試しまくっているという人だったりするんですよね。だからまあそれである意味で言うと、健康体を晩年まで維持したということは一つあるわけなんですよね。まあそんな徳川家康も愛したとされるこの八太鼓でございます。これ八太鼓っていうのは、まあ裸麦とも言いますけれども、まあ大麦の一種ですね。大麦の種類で、もち麦とかそこら辺とも大麦の一派なんですけれども、今現代私たちが麦として知って実際に食べているものって小麦じゃないですか。小麦になりますとですね、やっぱりグルテンの問題って皆さんご存知だと思うんですけれども、ちょっと粘り気があるやつね、品種改良して、小麦は基本的にはですね、むちゃむちゃするグルテンっていうのがあって、このグルテンっていうものが腸内の中に入っていきますとですね、リーキーガットを起こしたりとか、腸に悪さをすると言われてるということはご存知だと思うんですよね。やっぱり粘つくものを食べると腸がダメージを受けやすいということがあります。この小麦はグルテンで粘つきやすいんですけども、この大麦っていうのはベータグルカンなんですね。これベータグルカンになりますとですね、水溶性食物繊維の一つなの でネバネバ系の食物繊維なんですね。ですので小麦っていうのは粘つくんですけれども、このベータグルカンの場合ぬるつくんですね。でぬるつくっていうのは一体どういう意味かと言いますと、このぬるつくのはぬるぬるして逆に排泄を良くしてくれるものなんですよ。そして腸内細菌の餌にもなりますし、実は腸内環境にですね、ものすごくいいっていうことが、まあ、知られています。この八太鼓ですね、食べ方って本当に簡単なんですけれども、八太鼓にお水入れたりとかお湯入れたりとかして、でそこにですね、昔であれば白砂糖ですよね。僕はもう黒糖なんですけれども、黒糖を入れてぐるっと回すだけですよね。そうすると、ネバッとしたような、そういうものが出てくるわけです。それを食べるっていうね、これをちゃんと固めて飴にしたもので、げんこつ飴とかね、そういうものがありますよね。だからちっちゃい頃結構食べたっていう人もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、僕もちっちゃい頃ね、たまによく食べてました。昔は戦争直後なんかに関しては、特にこの八太鼓なんていうので貧しかった時はね、特にこれを元にですね、お菓子にしてたとか、主食とまではもちろんいかないわけなんですけれども、それを使っていたということがあるわけですね。よく食べられてたということがあります。実はこういうね、雑穀とかに近いジャンルになってしまうじゃないか、私たちってどうしてもね、白米が一番偉いってことになってますし、まあ実際に白米に我々ね助けられながら生きているので、どうしてもねこういう他の種類の大麦とかもち麦とかね、裸麦みたいなものっていうのはどうしても過小評価してしまうっていうことがあるわけなんですけれども、もちろんお米様はお米様で素晴らしいんだけれども、実際にですねこういう大麦とかね、それっていうのは先ほど言いましたように水溶性食物繊維っていうのが豊富でございましてですね、あるいは他にもマンガンとか他のミネラルですよね、実はものすごく入って
ているんですね。実際に玄米の皮も同じですけれども、皮に栄養って結構あるわけなんですよね。こういったものって基本的にこう侮れなくって、あんまり農薬とかわーっと作ってそうなイメージないじゃないですか。だから実際に農薬量とかもほとんどないわけなんですよね。こういった雑穀っていうのをうまいところですね、私たちの生活の中に取り入れていきますと、海外のスーパーフードを買うっていうのももちろんありですよ。でそれもいいんです。それももちろんいいとは思うんですけれども、それ以外にですね、こうした雑穀とか日本古来のねスーパーフードの一つなんで、これなかなかね、こういったものをですね、私は食事の中に取り入れていったりとか、おやつとしても取り入れていくっていうのは結構重要なことかなと思いますしですね、備蓄の一つのものとして僕はこうしたものを入れておくっていうのは一つポイントかなと思います。だから僕なんかは八太鼓と黒糖、あとは玄米焦がしと、あとはですね、僕がおすすめなのはこういったもの、雑穀のやつ、これ結構おすすめで、雑穀がたくさん入ってまして、こういう雑穀の粉とかもいろんなミネラルとかを取ることができるじゃないですか。これでこういうものを比較的安く手に入りますしね、もちろん玄米のでもいいんですけれども、バランスよく取れますので、やっぱり私たち本当にミネラル不足ですよね、常にね。ですのでミネラルをこうした形で取るとか、であとは先ほども言いましたように、大麦、裸麦、八太鼓に関してはベータグルカンという水溶性の食物繊維が非常に豊富なわけなんですね。この水溶性食物繊維っていうのは、実はこの本ですね、この本の中でも、まあ、紹介しているものなんですけれども、ファスティングの時にですね、ぜひやってください。あ、ちなみにファスティングの時に大麦はダメですよ。それタンパク質とかもいろいろたくさん入ってるんで、基本的にはダメだと思ってくださいね。この本の中で、まあ、ファスティングの時にぜひ水溶性食物繊維を取りましょうって話をしてるんですけど、それはやっぱり腸内環境が喜ぶからですよね。腸内細菌が喜んで腸内環境が整うからなんですけれども、こういった形でですね、備蓄をするときに一つの水溶性食物繊維、お菓子をそのまま買うっていうのもありだとは思うんですけど、こうしたね雑穀と黒糖があると、まあ、子供たちもですね、多分それ溶かして食べさせてあげるだけでですね、結構美味しがって食べてくれると思うんですよね。なのでこれをまあ日常的にも食べてもいいですし、いざとなった時にもですね、これを使っていくっていうのは一つの手なんじゃないかなというふうに思います。日本古来のですね、スーパーフード、徳川家康も実は使っていた。そして戦後直後なんかはですね、よくね、それを民間でも使われていたわけなんですけれども、こうした一つの雑穀と扱われるようなもの、これが僕は結構備蓄しておくと、自分のね、ミネラルとかにもいいですし、調理不要なんで、これに水かけて、入れるだけでですね、結構それなりにお腹持ちますしね、普段は不足しがちなミネラルバランスも整いますので、これはなかなかおすすめかなと思っております。今日は日本古来のスーパーフード最強備蓄品ということでお話をさせていただきました。面白いなと思っていただけた方はですね、ぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてですね、この本絶賛販売中でございます。ぜひこちら書店でですね、お買い求めいただければなと思います。概要欄の方にはですね、あとはサバイバルセミナーなどいろんなプレゼントがありますので、そちらも一度ご覧いただければなと思います。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また他の動画でお会いできることを楽しみにしております。それではまた、ありがとうございました。